だけ。そう、食べたいものを集めました。食べます。暑いとさ、暑いとなんかさっぱりしたの食べたい。絶対なんか一個さっぱりしたの入れたいの。そうで、シンプルにおにぎりは最近すごく好き。まず手を拭きます。手を拭きます。手を拭きます。食べます。は、食べます。で、この中酢の匂いすごくなりそうだけど、まあいっか。あー、すごい。いただきます。いただきます。美味しい。みんなは何食べました？お昼。まだの方もいそう。今の方もいそう。逆に。タコ。タコうまい。ね、今日いい天気。嬉しい。うん。おにぎりバーガー食べましたって。あれハンバーガーにしようか迷ったの。今日でもなんかちょっとお米だなって気持ちになってお米にした。うん、そう、ハンバーガーすごい迷った。ハンバーガー大好き。ね、もうほんと毎日食べてたい、ハンバーガー。タコは残したい派だから最後に食べる。タコはそう、最初にわかめとかを最初に食べちゃう。うん、おにぎり食べよう。おにぎり食べます。うん、海鮮丼食べたって方いる。あ、今お寿司も迷ったの。なんでみんな愛が迷ってるものを食べている。お寿司も迷ったんだけど、なんかちょうど愛が行ったところがあのサラダ巻きしかなくて、今日はサラダ巻きじゃないと思って、気分え、そう、今日は普通に海鮮系だなって気分だったからやめた。え、すごい迷ったの。でも、あ、待って、あ、待って、あ、おにぎり真ん中で裂けてる。絶対ここで裂けてる。おにぎりが、お米が、ちょっとどうしよう、どうもできないからもういいか。いただきます。そう、最初海苔食べて。そう、この出っ張ってる海苔食べたくなるの最初に。うん、
美味しい。さあ閉じて。普通のおにぎりだよこれ。大きそうだねタンテル。全然普通のおにぎりのおにぎり。よく見るおにぎり。コンビニの。コンビニのよく見るおにぎり。ツナマヨ言っておくって方いる。あいや、ツナマヨは食べない。食わず嫌いしてる。絶対多分食べれるんだけど、あいの中でなぜか許せないのツナマヨは。だから食べてない。そう、そろそろ許してあげようよ。だって、やだやだ、許せない、許せません。反省してるよ多分。あ、うん、多分だって、ね、別にツナマヨ悪いことされたとかじゃない。全然そういうわけじゃなくて、なんかサルタマキ食べれるから絶対食べれるの。え、そう、絶対食べれはするんだけど、おにぎりにツナマヨが許せないの。え、そう、ツナマヨはサンド、ツナマヨっていうかツナはサンドイッチなのよ、さえの中で。かサラダ巻きしか許せない。そう、そういうこと。そうなの。
苦手って方もいる。食わず嫌いじゃない方ですね、多分きっと。ちゃんと食わず嫌いじゃない方。エビマヨはだったらエビマヨダメです。エビマヨダメなんです。うん、おいしい。私のもう一つおにぎり食べる。マヨネーズがダメなわけではない。だってさ、ツナのおにぎり食べれるし、卵サンドも食べれるし。でも別に好んでは食べはしないけど、そのマヨネーズを好んで、マヨラーとかじゃないから好むことはないんだけど、別に嫌いなわけじゃない。そう、あ、やばいやばいやばい、やばいよ、海苔が、やばいよ、海苔が散らばっちゃう、部屋に。待って、あとで拭かなきゃ。拭きます。やばい、無理。すっごいなんかさっきのさ、全然のり散らばらなかったから油断してたら、今回なんかすっごい散らばる。ちょっと今集めよう。集めれるのだけ。って小声ですごい。ちょっと。ここにもいた。なんか今回すごいのりパリパリしてるってことかな。きっとそうだよね。あ、なんかすごい。すごい。きっとそういうことだよね。なんかだってほら、のりポロポロ、下手にもほどがすごい小声。そしてあ、ここにのりが。さあ、最後の、私は最後のおにぎり。あ、すごいポロポロ。ちょっと、すごいポロポロ。おいしい。おいしい。いや、ご飯っていいね。ほんと幸せになる。食べてる時が一番幸せです。
うん、一口ラスト、ラスト、おいしい、うん、ごちそうさまでした。なくなってしまった。お腹すいた。まだ食べたい。お腹すいたはちょっと意味わからないよね、絶対。食べたい、まだ。一口大きい。嘘、わかんない。大きいのかな、わかんない。どうなんですかね。まだ食べたい。本当に最近おにぎりすっごい好きなの。この間もおにぎり3つ食べた時あったし、なんか本当に最近おにぎり余ってる。っていうか、なんか最近お米がすごい好きで、なんか前はお米よりなんかハンバーガー、ハンバーガー、前ってほど前ではないけど、ハンバーガーとかパンとかそういう小麦パンとかそういう小麦の方が好きだったんだけど、なんか最近お米すごく好き。そうなの。おにぎりあと何個いけそうだって。おにぎり全然何個でもいけると思う。あと3つは全然余裕でいける。朝もさ、卵サンドと、そう、サラダを食べたの。そう、でもお腹すい、なんか食べ終わっても全然お腹すいたから、お腹すいたほんと、なんか食べて、食べ終わった後はお腹すいてた、お腹すいたって言っちゃうのね。絶対やめた方がいいお腹すいた口癖の人みたいになってる。そう、米で作ったハンバーガーも食べる。ライスバーガー、それはない、あんま魅力ないの。え、そう、いっぱいあるけど、やっぱさ、ハンバーガーバンズじゃないと嫌だわかんない、これも食わず嫌いなんだけどハンバーガーはパン以外許せない、バンズ以外。うん、そう、許せない、許せないタイプでも美味しいって言うよね。だから食べたら絶対許せちゃうんだけどさ、許せない今の現段階で。そう
美味しかった。でも最高。まだ食べたい。おにぎり。最近ちなみにあゆが最近ハマってる具は梅干しと昆布。今もそれ。なんかそれ以外も天むすとかも好きなの。でも天むすはシンプルにもたれしちゃうからもう食べないのよ。で明太子も一時期ハマってたの。ちょっと昔3年前ぐらいは明太子ハマってて、ほんと毎回明太子しか買わないぐらいハマってて、であとそぼろも、そぼろはもうずっと一生好きなんだけど、なんか夏そぼろあんま買わないのよ。なぜだか今わかんないんだけど、なんかあんま買わないの。そうであと何かあるっけ、おにぎりの具有名どころ。あ、鮭、鮭も好きなんだけど、なんか最近あんまり、別に好きなんだけどあんまり好きじゃなくて意味わからない。ちょっと好きなんだけど最近は鮭じゃない気分。鮭、そう、鮭以外の気分で選ばない。そう、最近はほんと梅干しが一番ハマってるかも。そのこの間3つ食べた時も3つ中2つ梅干しでしたってぐらい梅ハマってます。あ、でもあゆ梅買うってなっても蜂蜜漬けの梅しか食べれないので、なんかさカリカリ梅が入ってるおにぎりとかあるじゃん、混ぜ込みタイプだと、それ食べれないし、あとなんかしそが練り込まれてるのもあるじゃん。え、そう、あれも苦手です。しそは好きなんだけど、そのしそが練り込まれてる系の梅干しって酸っぱいのよ。蜂蜜漬けじゃないことが多いから食べれない。そうっていう、そういう感じなんです。だから絶対梅干しのおにぎり買うなら蜂蜜漬けの甘いやつ、酸っぱいけどちょっと甘い、そうやつが好き。そうそうそう、そうなんですよ。だからああいうなんかさ、うん、でも小さい頃梅干し嫌いだったの。それこそ、そう、それこそ梅干し嫌いで、運動会とかさ小学校の頃はそうみんなで食べるじゃん、親と親のところに行って食べるじゃないですか。そうだからさ、絶対お弁当に梅干し入れないでねって言ってたもん、食べれないからって。でもなんかいつの日からかの小学生時代からかなんか食べれるようになって、蜂蜜漬けの梅干しがなんかなんでだか食べれるようになって、そっからは好きになりました。でも他のは食べれない、他の梅干しは。そうだからカリカリ梅とかは食べれない、未だに。そう、食べれないタイプですって感じですね最近。なので皆さんもぜひ梅とかのおにぎり食べてみて、食べてね。あゆのハマってるおにぎりの具、梅梅って梅でした。まだ食べたい。あ、そうだ、昨日ね、そうアイス食べたの。そうおすすめのアイスなんだけど、あのねセブンイレブンさんのワッフルのやつ、ワッフルコーンのアイスのさ、ねチョコ&バニラみたいな名前だった気がする。そう合ってるかな名前。それが美味しくて
そう気になってて、発売された時から気になって、いつ食べようって思いながら、なんかいつも食べてなくて、他の選んじゃってて、暑いから他の選んじゃってたら昨日になってしまった。そう、なんか食べれてよかったって思いました。美味しかったので、ぜひチョコもバニラも好きな方食べてみてください。で、そう、あのコーンタイプのアイスなので、そう、満足感高め。そう、本当に下までぎっしりアイス入ってるし、でも全然いっぱい食べれそうだった、あれもそうそう、食べてみてください。美味しいですよ。ワッフルコーンって美味しいよね。ワッフルコーン大好き。もうコーンは絶対ワッフルコーン、ワッフルコーン以外許せない。すぐ許せながる人。そう、絶対にワッフルコーン。コーンはそう、なんかさ、コーンじゃないやつあるじゃん。あ、コーンじゃないやつじゃん、ワッフルコーンじゃないや、普通のコーン、あれはあんまり苦手です。そう、ワッフルコーンがいい。ワッフルコーン、コーン、ただのコーンじゃなくワッフルコーンがいい。そうなの。でもさ、なんかコーンしか書いてないところでどっちのコーンだってなるじゃん。で、一か八かでさ、頼んでみてさ、あの普通のコーンだった時、あ、普通のコーンだって心の中で なる。そう、あ、ワッフルじゃないってそうそう、ワッフルコーン。でもあとあれも好き、あのクレミアっていうアイスがあるんだけど、クレミアってアイスが、そのコーンの部分がラングド社の生地なのよ。それも美味しいんだけど、でもそれはラングド社ってさ、あの食べたことある方分かると思うんだけど、あの通気性がいいのよ、ラングドシャって。そう、なんかポコポコしてるじゃん、生地が。そう、通気性いいからさ、アイスがもう染みてくるのよ。そう、すぐに、もうすぐにもうダメになっちゃうの。だからほんともう手ベタベタになりながら食べました。でも美味しいからほんとおすすめです。そう、ほんと美味しいので食べてほしい、クレミアってアイス。そう、本当でも美味しい。そう、隙間ありまくりなのよ、ランクドシャ。本当美味しいのでおすすめです。そうそうそう、食べてみてね。いや、ほんとなんかいう食に関してはもう何でも聞いてきてほしい。おすすめの場所を覚えてたら教えられる。でも店名とかさ、商品の名前なんかちゃんと覚えてないからさ、あ、そう、なんか自分の中で、あ、これ美味しいって思うってさ、もう自分で買ってるからさ、何かわかるじゃん。そう、何か知ってるからさ、次見ただけでもわかるじゃん。その名前を見るとかじゃなく、パッケージを見ればさ、あ、これこの間美味しかったやつってなるから、そう、そういうので覚えちゃうからさ。そうなの。そうそうそう。でもぜひなんかどれがおすすめあるとかあったら、いつでも待ってます。755とかでもいいし。お待ちしております、いつでも。確かにコンビニアイス変わるの早い、すぐ変わっちゃう。なんか
気づいたらもう次1週間ごとぐらいでさ、早かったら変わるよね、物が。でそうだよね、だからさ、ほんと早いのよね。あれこの間あったのにみたいなもの全然ある。あるあるだよね。でもまあ、でもなんかさ、コンビニだからそれがいいところでもあるよね。気軽にいろんな新しいものが食べれるからね。はい、まあでもそんな感じで皆さん日曜日楽しんで、いっぱいいっぱい食べて楽しんで過ごしてください。はい、ではではランキングを読みたいと思います。13位ワッキーさん、ありがとうございます。12位ルディエカさん、ありがとうございます。11位、あ、待って、変わった、もう一回いきます、最初からいきます。13位ルディエカさん、ありがとうございます。12位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。11位ガクシャンさん、ありがとうございます。10位カズさん、ありがとうございます。9位ワッキーさん、ありがとうございます。8位トシ君、ありがとうございます。7位ルイさん、ありがとうございます。6位 YK さん、ありがとうございます。5位ゆきまるさん、ありがとうございます。4位カンさん、ありがとうございます。3位プラハタハさん、ありがとうございます。2位 K48 さん、ありがとうございます。1位ギャローさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。あゆのお昼ご飯眺めてくださりありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバイ。Bye-bye.